今回は福井県敦賀市武蔵河内というところ、国道476号線の右へ曲がっていきます。そして左に見えるは北陸自動車道となっております。この道なんか怪しくないですか。まずまずとこの14トンの標識からして、なんかこの先もなんか香ばしそうな道の線形が見えてまいりましたけども、何をしたいかっていうと、今日のテーマはこちら北陸自動車道の敦賀インター手前から敦賀、北陸自動車道の利根パーキングエリア付近までこの山道でワープしようっていう魂胆でございます。よろしくお願いします。でこの道はどうなんだろうね、一時通れなかった時もあったそうなんですけども、どうなんでしょうね。で今は通れてますんで、で早送り状態でやっていきます。よろしくお願いします。この道も、どなただったかな、トムハリアさんかなが出してたのかなと思うんですけども、その情報でやってまいったっていうか、この近辺を私うろうろとしてたんですけど、その帰り道にこの道を見つけたんでふっと入ってみた次第です。だから全く何も知りませんので、ごめんなさい、もう雰囲気だけ感じてもらえればと思います。結構この急カーブが多いですね、この区間。なんていうか、その一気にこの標高を稼いでるような感じの道路になってます。で、クマ注意だそうですよ。気づきましょうね。で、この辺りがなんかね、崩れてたらしいんですわ。ここ右側が新しくなってますけども、多分その絡みでしばらく通れなかったという話です。で、ここから先は今までなんか普通の道ですね。今までと何も新しくないんで、既存の道って状態ですね。今の一部分だけが崩れてたせいでしばらく通行止めやったんだと思います。道路的には市道なのかな、これは。おそらく県道ではないんですけど、敦賀市道じゃなかろうかと思います。そんなに人がなんかわらわらと来るような道には思えないんですけど、この先に行くと集落中河内っていうのかな、があるみたいなんですけども、そこはほぼ、まあ住んでらっしゃる方がほぼいないのか極小なのかっていうらしいんですね。確かここなんか湿原だったんじゃなかったっけ。ラムサール条約で保護されたなんたらかんたらじゃなかったかな。この辺りからノーマルのスピードにしますけど、中河内とか言ってましたけど、池の河内っていうのかなっていう集落に入ってきたみたいですね。で右とかなんか何だろう、確かに湿原なのかな。そんなにここの道をその集落があっても、その住んでないんであればあんまり通らないんかなと思うんですけど、右に出てきましたね。池の河内湿原、池の河内湿原自然遊歩道、歩道園、重要なとこなんでしょうね。まあ、その辺のうんちくは僕にはわからないんで、ここら辺で待っておきますけども、まあ、そういった場所を通過していくって感じです。でもなんか左の状況とか見てると湿原って感じですね。なんか普通のなんか荒れた山の姿っていう感じじゃないですね。
14トン池の工事となります。なんかそんな住んでらっしゃらなかったと思うけどな、ちょっと入らせてもらおうかな。どうなんでしょうね。あ、でも住んでないわけじゃないみたいですね。プロパンガスも置いてありますし、で、これはゴミ置き場かな。まあでもなんかそんな住んでる感じじゃないな。おー、すごい、なんかかやぶき屋根のこのパターンなんですね。左入っていけばいいかな。ちょっと入らせてもらいましょうか。神社。そうね、あんまり人の気配がないような、かといって廃村ではないみたいですね。そんなになんか住んでる雰囲気はないんだけど、この真正面の家に関してはプロパンガスも置いてあるので住んでらっしゃるのかなって思うけど、それでもなんかその気配はないな。なんかたまに変えられてきて過ごす感じなんですかね。でも携帯の電波、携帯の基地局かなもあるんですね。ちょっと寂しい感じですね。でもまあこれはこれでまた僕的には不正があるというか、まあ廃村じゃないとは思いますけども、それに近いなんかノスタルジーを感じる雰囲気がいいですね。ここも住んでらっしゃらない感じですね。あ、こちらに神社がありますね。この集落に関してはちょっと調べてから散策させてもらおうかなと思います。なんかいろいろと不正があるものがいっぱいありますので、またそのうち公開すると思います。ではそのまままっすぐ行きまして、でもまあそうだね、おそらくまあ住んでても1軒2軒住んでらっしゃるぐらいなのかなって感じはしますけども、だからそんなにここの道を使ってる方はいないと思うし、その今回のテーマみたいな、この利根パーキングエリアとこちらの鶴ヶインター手前の北陸自動車道を結ぶ区間として、まあ、使うわけはないですし、かといってこれがショートカットになるのかどうかは分からんのですけども、それほど重要路線じゃないと言ったら申し訳ないけど、さっきの崖崩れのところを、まあ、何年かしら通行できなかったんだと思うんですけど、それぐらい復旧のスピードが遅いってことは、こっち側だけでも、まあ、取れればいいんじゃないのっていう考えやったんですかね。でもなんか見るとこの辺り川沿いなんですけども、大雨で結構やられた感じがありますね。この黒シューマイとか置いてありますし、その右の川を見ると、この川は氾濫したというか、結構土土石流までいかないやろうけど、その大雨でえらい目にあったんでしょうね。この黒シューマイもその類でしょう。そしてこちらの谷川も今は枯れ川になってるけど、もうえぐれてますね。だから結構相当その辺でも通行止めあったんかもじゃんね、もしかすると。土砂流入でこの川の底面がせり上がってるというか、かさ上げされてる感じがありますし、ここの辺も土砂の跡、この川が氾濫して
多分父がこの辺なんかもしゃばんでるのは相当大変やったんじゃないですかね。かなりだって川底上がってるからね。まあしかしこれショートカットになってるのかな。そんなにその急な線形はないので、まあ快適に走れてるところはあるんで、割と使いようによっちゃいい道なのかもしれませんね。今のところ対向車はゼロ、前後に車なしっていう感じで走ってますけども、まあまあまあ結局途中にあるのはその湿原とそのほぼ無人集落なのかの集落しかないから、さほど使われる方がいないからか知らないですけど、誰も通ってないですね。相当これ川底上がってるんじゃないかな。あ、そんなことないか。なんない。お、風呂場発見。第一村人発見。この辺りも右に間もなく杉橋集落となります。杉橋、あれですかね、この辺り山あいなので、その木地師さん、まあ木を使った食器作るようなそういうことをなりわいにしてたから、で杉の橋でも作ってたのかなっていうんで、そういう名前なんかもしたんですね、もしかすると定かじゃないです。小野川っていうのと 何の川っていうんでしょうね、まあ、敦賀の市街地までこのつながっている川なんですけど、まあこの川もその河口付近ぐらいはめちゃめちゃ水がもう氾濫レベルまで来てたんかなっていう川だったんじゃないですかね。正面に北陸自動車道が再び今やってまいりましたんですけども、距離的には9キロぐらい、時間的には20分ほどとなっております。まあ何の比較にもならんですけども、まあそういうショートカットというか、まあこういう道があるよっていう話題だけでございますけども、ぜひぜひ、まあ、気が向いたら来てみてください。あの出現はいいかもしれないから、ね、もう間もなくで終わりますけども、お待ちくださいね。じゃあ最後にオチをつけときましょう。ここの脇道を入っていきまして、こちらのボックスカルバートを入っていきます。このボックスカルバートすごいな。いや何があるかあんま知らないんですけど、で通れるんだよね、でこの最後にダートを走っていきましょう。何があるかですね、せっかくなんでねオチを作らんと。右横、左横には、北陸自動車道が走っておりまして、じゃあ右、いや、じゃあ右だ。右に北陸自動車道です。あまり芳しくない道を走っております。実際の道路標識を確認し、なんで逆走にご注意。いやいやいや高速の標示にカーナビが鳴りました。並走してるから、ね、あれこんな道やったっけな。
え、左が高速なのか、これちょっと分かんない。どっちだ、右に、まあ、右には確実にあると思うんですけど、左はないのかな、左はないのかな。あ、そうだよね、左はないです、右だけです。あれってことはこれ、この道、これ考えてるのと違うのか、これ右曲がれるのかな。ボックスカルバートある？あ、ごっと。けど狭いぞ。ちょっと待って、これ狭いぞ、これ。あ、狭くないけど大丈夫か。あ、大丈夫だよ。まあ、ちょっと、前々回動画か中身は、あ、こういうボックスカルバートで、ミラー畳まんといけなかったとかあったんで。で、左に曲がってみましょう。こっちかな？うん？こっちか？ガラガラ言ってる。はい、ということで、何がかっていうと、これが旧北陸線の明治の琴音トンネルっていうのかな、もう相当古いレンガ張りのトンネルです。ここへ出てきたわけですね。素晴らしいですね。を向けて、わ、これはでかいね。一応反対側だけ見せるか。はい、でいうことでトンネルでございました。車で通れますんでね、ぜひぜひ来てみてください。じゃあね、バイバイ。